先輩、もっと食べたければ急いでください。あ、明石さん、なぜ君がここに。本当に先輩は工夫がない人ですね。ここは二次会の定番じゃありませんか。先ほどのバードマンサークルがあちらに陣取っております。お肉は久しぶりなので私も失礼。宴会の後で肉とは農耕民族としての誇りはないのか。あ、おずは？すでに和口からお逃げになりました。先輩もお逃げください。あの野郎、またも私を差し置いて。生産は私が済ませておきましたので裏から話は通してあります。この借りはいずれ。借りはいいですから約束を果たしてください。ん？もういいです、お早く。私も戻ります。明石さんとは去年の夏、下鴨古本市のバイトで出会った。私の一つ下の学年で工学部に所属しているという彼女は、何をするにも万事手回しがよく、じっと何かを睨むような目つきは万引き犯も手が出せないと思われた。へえ、そんななんだ。明石さんは休みの日って何してんの？なんでそんなことあなたに言わなきゃいけないの？その後彼女に週末の予定を聞くものはなかった。私は彼女にそのまま君の道をひた走れと熱いエールを送った。それはもう無類の味なのだが、いかんせんどこへやってくるかわからない神出鬼没のラーメン屋なのです。先輩はよく行かれるのですね。ああ、私はもう鼻が利くからね。空腹に耳を傾ければ猫ラーメンの風鈴の音が聞こえてくる。私も食してみたいです。離せ、離すんだ博士。むにゅっとしてました、むにゅっと。ママ、落ち着きたまえ。すみません、蛾は苦手なんです。これはモチグマンといって5匹で一揃いなのですが、1匹なくしてしまって。心配するな、どうせ地球は丸いのだ、いつかまた会える。なんなら私が探してあげてもいい。それより猫ラーメンに連れて行ってください。そんなことなら約束ですよ。水に流す、今こそバラ色のキャンパスライフへと邁進するのだ。先輩、こんばんは。あ、昨日は無事逃げられましたか？あ、おかげさまで。うん。五山ですか？そうそう、うん、あ、それでは。いや、よくやった。今日はここまで。小石の走り方など欠片も学んでこなかった私がここまでできたのだ。これで精一杯。続きまして、3D やビジュアルエフェクト担当の明石さん。明石さん。明石さん。明石さんと出会ったのは去年の夏、吉田山での城ヶ崎先輩のロケであった。彼女は一つ下の学年で工学部に属しており、その技術力を買われスタッフとして雇われていた。万事手回しがよく、機材の扱いもそつない彼女はスタッフの信頼を集めていたが、歯に衣着せぬ物言いで同回生からは敬遠されていたようである。絶望の鋭さにかけては城ヶ崎先輩に引けを取らず、先輩はそのカリスマぶりに傷がつくのを恐れて、彼女の冷ややかで理知的な顔と父には興味はあるものの、おいそれと言葉をかけられないでいた。明石さんって色白いんだね。私の肌のどこが白いんですか？肌の白い方は他にもいっぱいいますし、何を基準に言ってるんですか？きっぱりとした否定と質問に、それ以降彼女に話しかける男はいなくなった。私は、明石さん、そのまま君の道をひた走れと心の中で熱いエールを送った。またアホなもの作りましたね。ろくでもない映画を見てもらってすまんね。確かにろくでもなかったですけど、私は嫌いじゃありませんでした。あ、明石さん。またアホなものを作りましたね。上映止められてなかった。観客が面白がってますから。けど城ヶ崎さんたちは先輩を探しています。もうすぐここへ来るでしょう。うん、分かった。観客が笑ってるならまあよかろう。それがあいつの言うエンターテインメントだ。私はこれまでの方が好きでした。今度のは品性を疑います。いいんだ、今回は作り逃げだ。先輩はアホです。その通りだ。まだ先輩は約束も果たしていません。約束？
いいです。ほら、早く逃げてください。うむ、それでは明石さんよ、さらばじゃ。城ヶ崎マジックに騙されちゃいかんぞ。そんなボケナスに見えますか、私が。次の映画は思い切って純愛映画をやろうと思う。純愛映画？運命に結ばれた二人が立場、年齢、性別を超えて結ばれるラブロマンスだ。それはまた変なものになりそうですね。ギロイ！話せ、話すの明石さん。ムニュッとしてました、ムニュッと。ママ、落ち着きたまえ。すみません、ガは苦手なんです。これはモチグマンといって5匹で一揃いなのですが、1匹なくしてしまって。心配するな、どうせ地球は丸いのだ、いつかまた会える。なんなら私が探してあげてもいい。それよりさっきの映画を実現させてください。ああ、約束ですよ。さらってしまってすみません。このまま私のサークルボックスまで行きます。先輩に折り入ってお願いがあるのです。あ、明石さん。明石さんは私の一つ下の学年で工学部に所属していた。昨年ソレイユに唯一の女子部員として席を置き、蹴上げで行われたロードレースではなんと総合優勝を果たしていた。優勝賞金は何に使うの？お答えする必要ありません。そんな健脚にして他を寄せ付けぬ雰囲気を持つ彼女だが、レースそのものには興味がなかったらしく、今ではソレイユを辞めて優勝賞金を全て今のサークルにつぎ込んでいるらしい。こちらです。それは去年の春、蹴上げのロードレースであった。最初勢いよく飛び出したものの、早速息切れした私は疎水のインクラインをぼーっと見上げていた。あそこの発電所は素敵です。怪しげな機械が入り組んでいて心かきたてられます。確かに桜の季節など格別。あ、明石さん、急がなくては。女子優勝候補ではないか。そうでした。では私はこれで。桜素敵ですね。そうして明石さんは女子優勝どころか総合優勝まで果たした。その時私が見たものは、明石さんがぶら下げていたモチグマンである。5匹で一揃いなのを1匹なくしてしまったらしい。その後たまたま見つけたモチグマンを彼女に渡すのを忘れたまま今日まで来てしまった。好機はいつでもあなたの目の前にぶら下がってございます。すみませんでした、変なことに巻き込んでしまって。私こそすまなかったね、期待に応えられなくて。いいえ、むしろ期待に応えられすぎてしまいました。バードマンというのはそもそも人間の断りに反した不条理な行為です。だからこそそのパイロットは無意なことに魂を燃やせる不毛な情熱が不可欠だと考えました。島並杯をママチャリで完走した後、そのまま四国から帰ってこられたと聞きました。素晴らしい不毛なエネルギーです。いや、あれは狙ってやったわけでなく、先輩にお願いしたのはそういうわけだったのですが、まさかトレーニングまでしてくださるとは私の計算違いでした。私もまだまだですね。申し訳ありません、私は設計の手直しがありますので。これで。先輩。明石さんは小津と同じ工学部の1回生であり、私の妹弟子にあたる。幻の亀の子たわしですか？そんなものが存在するのかどうかもわからないが。弱気なことではいけません、探しましょう。先ほど私が訪れた時は二だこ同然だった親父が、今度はかぐや姫を見つけた竹取の翁ごときメロメロの有様だ。錦市場にある雑貨屋さんが知っているかもしれません。復興寺通りに面した雑貨屋さんの主人ならば。あそこの古本屋の親父さんなら何か知ってるかもしれませんな。新京国の古道具屋はどうでしたろう。明石さんは実に手際よく情報を集め、たわしのありかを絞り込んでいった。そして。すいません、
幻の亀の子たわしを探しているのですが、幻の亀の子たわし。それをどこで聞きました？樋口師匠というお方です。少し待っていなさい。これが。おいくらになりますか？10万円ほどいただきましょうか。買うものか。たわしに10万とは無茶な話だ。ヘドロにまみれた4畳半下宿の流し台を洗うものではない。もういい。たわしのことは諦める。いよいよ私は破門だ。あの師匠がそうやすやすと縁を切るわけがありません。私からも頼んでみます。しかしもうかれこれ1年以上前の話だ。これお使いください。ミツバチが減ると困ります。蛾が増えてしまいますから。頭脳明晰、工学部で人力飛行機の設計までこなす怖いもの知らずの明石さんだが、蛾だけは苦手なようで、なくしたモチグマを探していると言っていた。好機は目の前にぶら下がってございます。先ほどはどうも。何をしているのですか？すみません。明石さんではないか。私と気づかなかったであろうか。明石さんは私の一つ下の学年であり、小津と同じ工学部である。なぜ下鴨湧水荘の2階に居す師匠と呼ばれる人物のもとへ出入りし、小津のような男とつるむ羽目になったのか問い詰めてみたいと思っていた。先輩、先輩ですね。明石さん。騙していてごめんなさい。申し訳ないですが、私も文通に加担していました。小津先輩に頼まれて代筆していたんです。心苦しく思っていたものの、なかなか言い出せなくて。なんと、明石さんであったか。そうなんです。すみません。しかし悪いのは全て小津だろ。いいえ、小津先輩は途中で飽きてしまわれて、たまにいたずらを企画されるだけで、フェードアウトするのも忍びなく思い、私が恵子さんを引き継いで手紙を書いていたのです。そうであったか。恵子さんのキャラクターをつかむのには苦労しました。何せ小津先輩は先輩の好みを熟知されてて、それに合わせて設定を考えられてましたから。確かに私にとって恵子さんはハマりすぎるほど理想の女性であった。まさか小津が作り出したものだったとは。待ち合わせに来られなかったので、もしかするとここへ訪ねてくるかもしれないと思って張っていました。私、先輩に助けられたことがあるんです。持ちぐマンションのこと覚えてますか？あれは君だったのか。私はまだ高校生でした。あの時先輩はとてもかっこよかったです。あれは着ぐるみを着ていたからできたのであって、本当の私は。文通はそれなりに楽しかったのです。確かに先輩はちょっと見えっ張りでしたが、私も嘘をついていたので、そこはおわいこですね。これは5人組なのですが、1匹なくしてしまって、モチグマは本当に好きなのです。お恥ずかしいですが。好機はいつでも目の前にぶら下がってございます。ねえ、明石さんは休みの日何してんの？なんでそんなこと先輩に言わないといけないのですか？早く探ってこい。あ、はい。
5匹揃ってモチグマンというのですが、あれ一匹いない。そういえば転げた拍子に何か飛んでいったような。いえ、危ないですから大丈夫です。あ、しかし昔から探さなくてもなぜだか必ず戻ってきますので。それは1年前の夏の下鴨納涼古本祭りであった。下宿から足を伸ばせばすぐということもあり、私は連日のごとく本を漁っていた。それは何ですか？これはモチグマです。5匹揃ってモチグマンというのです。1匹なくしてしまったのですが。それまでヨーロッパの城塞都市のように堅固な表情であった彼女の顔がほころんだのが印象的で、その笑顔が頭から離れなかった。要するに率直に大方の予想通り平たく所はばからずに正直に言ってしまえば、その時私は彼女に惚れたのである。その夜コインランドリーに放り込んだ衣類を回収しようとしたところ、奇怪なことに私が2年間愛用した灰色のボクサーパンツはなく、熊のぬいぐるみがちょこんと鎮座増し増していた。しかしその時私は彼女に渡そうと思ってポケットにしまったのだ。彼女を探そうと思えばできたはずだ。いつだって私はその一歩を踏み出せずにいた。かつて私が拾ったものだ。確か君のじゃなかったかな。もしあなたはネズミ色のボクサーパンツの持ち主では。1年前コインランドリーでモチグマを洗った時、男物の下着に変わってしまったのです。それ以来その下着の持ち主を探していました。その下着私にぴったりだと思いますぞ。それより良ければ猫ラーメンを食べに行きませんか。はい。なぜだか私はずっとその一言を待っていたような気がします。そんなに美味しいですか？それは良いことです。まさにこの味は無類です。私と明石さんの関係がその後いかなる進展を見せたかはこの番組の趣旨から逸脱するのでお見せすることは差し控えたい。視聴者諸君も貴重な時間をドブに捨てたくはないだろう。成就した恋ほど語るに値しないものはない。人？聞き捨てなりませんね。飛行船を盗もうとしたのもその彼女と送り火を空から見るつもりだったのだ。なんとそうでしたか。勇姿を見せるために君たちまで鴨大橋に呼び出した。なるほど。しかし失敗したのですね。小津さんは恋の話になるととても嫌がるのです。おそらく彼女の前ではいい子でいるんでしょう。